始まる。未開の地へと突き進む船団。雲の奥に突如現れる新大陸。あなたは世界の本当の形を知っていますか？今では当たり前の世界地図だが、500年前はまだ誰もその形を知らなかった。今あなたの知る世界地図は命知らずな船乗りたちの探検の成果なのだ。もしその形が間違っていたら、本当の世界はどんな姿なのだろうか。15世紀、帆船の時代。船乗りたちの間では、世界の果ては滝になっていると信じられていたのです。そう、丸い世界などあるはずがないと。ネオアトラス1469。貿易商のあなたは国王と貿易特権契約なるものを結び、インド・ジパングを目指し、やがては世界の形を見極める壮大な事業を始めることに。目指すはまだ雲に覆われて見えない世界地図を完成させること。ただし、この世界地図はあなた次第でどのような姿にでもなる。この世界はどんな地図になるかわからない。そう、あの15世紀の人々と同じように。ポルトガルの首都リスボン。ここからあなたの壮大な事業が始まる。サポート役には有能だがちょっと早とちりな執事ミゲル、そして8人の頼れる提督たち。英雄として慕われているが、めっぽう運が悪い提督。知識はずば抜けているが、ちょっと偏屈な学者。潜水にかけては誰にも負けない元気いっぱいのお嬢様。その他、元海賊、謎のシャーマン、怪しいイカサマ師など、どれも個性豊かな面々。彼ら提督たちを使い分け、未知の領域へと出航させるのだ。無事航海から帰港すると、探検報告が始まる。未開の地へと突き進む船団。雲の奥に突如現れる新大陸。大海原で巻き起こる信じがたい数々の出来事。そんな報告をあなたが信じていくことで、世界はその姿を表していく。世界には数々の謎や怪物、お宝が隠されている。次々に展開されるエピソードクエストを解いてお宝をゲットだ。壮大な事業の成功のためには資金が必要だ。貴重な産物を発見し貿易で稼ぐ。トレジャーハンターよろしく、お宝集め。海賊や怪物を倒して荒稼ぎ。とにかくこの世界では何をしても構わない。貿易王の称号を目指す道も面白いだろう。さて、ここでネオアトラス1469最大の特徴をご説明しよう。この世界では提督の報告を信じることも信じないこともできる。つまりあなたにとって望むことだけを信じることも可能なのだ。
何を信じるかによって幻のアトランティス大陸などの未知の大陸が出現することもあるかもしれない。こうして信じるか信じないかを繰り返し、世界はあなたが望む姿になっていく。それどころか世界が丸いか平らなのか、形すら変わってくるのだ。もしかすると世界を支える巨大な何かをも発見できるかもしれない。ネオアトラス1469。たった一つの後悔が世界を塗り替える。